こんにちは。自営業専門税理士川南です。本日の動画はふるさと納税が10月から改悪、ルールの変更改正が決まっております。一体どうすれば今年のふるさと納税はお得を取ることができるのか、動画で解説してきますので、ぜひ最後まで見てください。最後に上限額のシミュレーションのコツも紹介しています。さて、私はオンラインサロンの運営と各 SNS をやっております。またビジネス書を2冊出版しております。こちらのものすべて概要欄に詳細リンク貼ってありますので、ぜひチェックの方よろしくお願いします。では早速、本日はふるさと納税の改悪ルール変更について一緒に勉強していきましょう。ふるさと納税ルールが改悪ということで、今ニュースなどで騒がれています。ニュース耳にしたこともいるのではないでしょうか。10月からルールの大きな変更が入ります。ですのでおすすめは9月の末までに今年はふるさと納税をすることをおすすめします。では一体どのようなルールが変更になるのか、動画で紹介をしていきます。まず本日の内容です。簡単にふるさと納税について復習をします。そして2つのルール変更、改正は一体どのようなルール変更なのかについて動画の中でしっかりと解説をします。そして次に10月からのルール変更による変更での影響を3つポイントを挙げます。そして最後にですね、上限額をいくらすればいいのかって皆さんよく多い質問になりますので、上限額を調べる、またシミュレーションをするコツを最後紹介します。そしてまとめに行きます。本日はこのような流れで動画進めていきますので、本日の動画もしっかりと見て一緒に勉強をしていきましょう。まずふるさと納税とはということで、ふるさと納税についてなんとなく分かっているって方多いと思いますので、今回は簡単にさっと紹介をするにとどめたいと思います。まずふるさと納税の特徴ですね。まず1つ目の特徴が、好きな自治体に寄付できるということです。これは自分の地元や昔住んでいた場所、出身地などを選ぶことができ、自由に全国から選ぶことができます。2つ目のポイント、寄付金の使い道が選べるということですね。最近これどんどん増えてきてるなと私も見ていて思ってるんですけども、自分がしたふるさと納税の寄付金をどういった風に使うのか、要は税金の使い道を選ぶことができる自治体が非常に増えてきました。その使い方を選択できるというのもふるさと納税の大きな特徴ではないでしょうか。もう3つ目のポイント、これは皆さんご存知、返礼品、お礼品がもらえるという点です。こちらは地域の特産品が届くというのがふるさと納税の特徴、ポイントだと思います。そして4つ目、これが目的だという方も多いと思いますが、4つ目のポイントは自己負担額2000円を差し引いた金額が所得控除されるというふうなルール、制度がふるさと納税というふうになっております。こちらですね、自己負担額、寄付金した金額から自己負担額2000円を引いた金額がですね、所得控除されることになります。基本的に確定申告で所得控除の方を使いまして、その後にですね、所得控除の後、また住民税の方も控除できるということになっております。一度ふるさと納税された方はわかるかと思うんですけど、システム上ですね、これは税金の前払いとなります。ですので所得税と住民税の前払いをするというイメージでいてくれると分かりやすいのではないでしょうか。そしてこの税金の前払いをすることでですね、返礼品がもらえるというので、そこがメリットになりますよという制度になります。そして税金の前払いをすることによって、普段どっちにしても買うであろうもの、例えばお米やお肉、お水、飲料などですね、生活に必要な必需品をどうせ買うのであれば税金を前払いすることによって、そのものが手に入る、返礼品が手に入るということが大きなメリット、これがふるさと納税となっております。もう少し詳しく知りたいとか、もうふるさと納税の基本的なことを知りたいという方はですね、他動画ありますので、ぜひそちらの動画の方を見ていただけると嬉しいです。本日はメインはこちらです。ルールの変更、どういったルール変更が行われるのかについて、次のスライドから見ていきましょう。改悪と呼ばれているんですけど、ルール変更が行われます。まず1つ目の大きなルール変更です。こちらがどういったルール変更かと言いますと、経費のルールの変更改悪になります。こちら旧ルールをまず解説したいと思います。旧ルールというのはですね、5割ルールという目安があったんですね。これどういうことかと言いますと、手数料や送料の経費を含めて寄付金額の5割程度までですよというような5割ルール、目安が定められていたんですね。例えば1万円の寄付をしますと、だいたい返礼品というのは約3000円程度のものが返ってきます。この返礼品にかかるお金以外にもですね、ふるさと納税というのは手数料や送料などのの経費がどうしてもかかります。その経費込みで5割、要は1万円の寄付の商品の場合は5000円程度までですよという目安があったんですね。それが今回10月から大きく変更になります。少し厳しくなるということです。次に新ルールについて解説をします。この新ルールなんですけど、隠れ費用というものを追加しましょうというふうなことになりました。もう少し詳しく解説していくと、この隠れ費用というのがどういったものなのか順番に挙げていきます。例えば、ワンストップ特例の事務費用もこの5割ルールの中に入れ込んでくださいね。また、寄付金控除証明書の発行と発行費用などについてもこの5割ルールの中の費用に入れ込んでくださいね。そして、広報の費用もこの5割ルールの中に入れてください。などなど、隠れていた費用の追加、要は費用の計上項目がですね、増える厳しいルールに10月から変更しますということを国が発表しております。なので、今挙げた費用、経費以外にもですね、その他かかる費用ってあると思うんです。例えば各サイトに商品を載せる掲載料などなどもこちらの隠れ経費として追加されてくるのではないかというふうに考えていいと思います。皆さんも思ったことないでしょうか？この寄付金控除の証明書、各自治体から送られてくるんですけど、たまに紙がものすごい上等な紙を使って分厚いもの、またカラー印刷やですね、イラストが入ってたりってすることあると思うんですけど、おそらく今後はですね、ルールに追加されますと、費用計上としてきちんとそれ含めて5割までっていう風になりますと、おそらくこういった紙の用紙もですね、いきなり茶色の安っぽい用紙に変わるかどうかまではちょっとわからないんですけど、以前送られてきたような高級な用紙っていうのはなくなっていくのではないでしょうか。正直のところ、あの用紙もったいないですよね。皆さんビジネスされてると思うんですけど、いかにそういうとこを削って利益所得を残すかっていう風に皆さん工夫をしてビジネスをされているのに、こういったところにですね、税金をねちょっと使われるとね、どうなのかなーって思う方もいらっしゃるのではないでしょうか。ちょっと余談になりました。次、解約のルール2つ目、大きな変更点を次のスライドで解説をします。はい、2つ目のルール変更点の大きなポイント、こちらです。2つ目、地場産の基準の変更が入ります。どういったことかと言いますと、もともと前のルールも基本的にですね、地元のものを送るっていうルールがあったんですけど、この地場産基準の変更、要はこのルールがさらに厳しめになりますよということになります。じゃあどう厳しくなるのかと言いますと、こちら新ルールですね。地場産ルールが厳しくなります。例えばお肉やお米の原材料が同一の都道府県のみというふうにルールが厳しめになってきます。もう一つ、他の地域の返礼品と自分のところの地元の返礼品とセットで商品としてね、出すことがあるんですけども、その場合セットにする場合のルールも厳しくなります。地元産が7割以上にするというルールに変更ということで、ルールが改正、厳しくなるということですね。例えば今まででしたら、他のところからのお米を自分の地元が精米だけして地元の返礼品にするようなことがセーフだったんですけど、これからはルールが厳しくなったのでできなくなります。そしてもう一つ例を挙げますと、他の地域のお肉を地元で熟成や加工した場合も返礼品として今まではセーフだったのがですね、ルールが厳しくなるということで、こういったことはできなくなるというふうに変更がされます。今言ったように1つ目の変更とこの地場産基準の変更、2つの変更によって、じゃあ一体私たちがするふるさと納税にどのような影響が出てくるのか。次に具体的な3つの影響を紹介していきます。はい、こちらルール変更による3つの影響になります。まず1つ目の影響、寄付金額が上がるです。これはですね、経費に含める項目が増加したっていうね、改正が入りますよって先ほど紹介しました。この5割ルールの中に経費項目のね、計上、要はその5割ルールに含める隠れ経費というものがあるんですけど、それも含めましょうということになりましたので、その影響によって寄付金額が上がる可能性が高いです。これどういったことかと具体的に解説をしますと、例えば今まででしたら牛肉 1kg 1万円でふるさと納税の返礼品として出していたとします。こちら9月末までになります。10月になるとどういったことが考えられるのか。牛肉 1kg がですね、1万円だったものが1万2000円というふうに寄付金額が上がる可能性が高いです。そして2つ目の影響、返礼品の質や量の減少が起こる可能性が高いです。例えば牛肉 1kg が1万円でふるさと納税ができた、これが9月末までです。10月からルールが改正されて厳しくなるので、要は牛肉の量を減らそうということですね。値段は据え置きにしたいので、牛肉を 800g にして1万円というふうに10月以降に出る、こういった返礼品が増えてくる可能性が高いです。これがが2つ目の影響です。そして3つ目、これが一番困るかもしれません。返礼品のラインナップが減る可能性があるということです。皆さんお気に入りの返礼品、毎年頼んでる、ひいきにしてるね、返礼品あるかと思うんですけど、もしかしたらその返礼品がなくなってしまうかもしれない。これはどうしてかというと、先ほど言ったように、ルールが厳しくなることで、この返礼品を提供できなくなるものが出てくる可能性が高いということです。ルールが変更されることで3つの影響が出るということを頭に置いておきましょう。寄付金額が上がる、質や量が変更になる可能性がある、返礼品のラインナップが減るというこの3つの影響を押さえておきましょう。これらのことを考えるとですね、一体私たちはどうしたら一番ベストなのか、お得な方法を取れるのかと言いますと、結論はこちらになります。ふるさと納税、絶対にお得をしたい人はですね、今年は9月末までに返礼品を選んで、もうふるさと納税をしてしまいましょうというのが本日の結論になります。さらにですね、お得をしたい方は楽天ポイントなどの、楽天セールなどのポイント還元がね、ある場合多いと思うんですけど、それを時期と両方ダブルでですね、なんとか9月までにできると一番最大のお得が取れるのではないでしょうか。さて、では9月末にふるさと納税ね、するのが一番ベストなのっていうのはね、分かったと思うんですけど、皆さん気になるのが、じゃあ一体ふるさと納税の上限額いくらまですればいいんですか先生っていうふうにね、思ってる方多いんじゃないでしょうか。次のスライドからこのふるさと納税の上限額のコツを紹介していきたいと思います。はい、皆さんからよく質問に出るんですけど、このふるさと納税の上限額を調べるコツがありますので紹介します。まず1つ目のポイント、コツはですね、上限額のシミュレーションを利用するということです。こちら皆さんが利用しているふるさと納税の各サイトってあると思うんですけど、その各サイトにですね、シミュレーションで計算を試算できるというものが必ずあります。ですので、まず1つ目のポイントはその上限額のシミュレーションを使うということになります。次に2つ目です。去年の数字を見て、去年だったらいくらまでふるさと納税をすればいいのかっていうのを知ることが目安になります。自営業フリーランスの方はですね、令和4年度前年の確定申告というのがもう提出済みで手元にあると思います。それによって令和4年の所得、要は利益、儲けがですね、確定してるはずです。その確定した数字を使って上限の目安を知るということがコツになります。令和4年の確定申告でふるさと納税をいくらすればよかったのかっていうのが大体目安として分かりますと、今年令和5年度はもう9月まで終わってますので、この9月までの今までのね、ビジネスを振り返って、令和5年は令和4年度よりも儲かりそうなのかどうなのか、少し減りそうなのかって、もうそろそろ予測って大体ね、できてくるかと思います。また逆に会社員の方も同じくですね、去年の源泉徴収票というのを見て数字のシミュレーションを入れておくと、令和4年度これぐらいすればよかったんだなという数字が出ますので、今年令和5年は年収が上がるのか現状維持なのかのあたりによって同じぐらいの金額をすればいいのか、少し多めにしたらちょうどいいかなっていう上限額の目安が出せるんですね。ですので皆様、去年の令和4年の確定申告書または源泉徴収票をまず引っ張り出していきましょう。そして自営業フリーランスの方はですね、この上限額のシミュレーションがですね、一般的なものだとね、なかなか該当しない、会社員向けのものばかりがあるんですっていう話をよく聞きます。そういった場合におすすめなのが1つありますので、こちらの方紹介しておきたいと思います。この上限額のシミュレーションに個人事業主バージョンがあるサイトさんがあるんです。私がいつも皆さんにおすすめしているふるさと本舗さんの方でですね、出ているシミュレーションになります。こちら写真ね、スクショしたものを貼っておりますので、こちらの方、ふるさと本舗さんの上限額シミュレーションの方を、個人事業主の方はこちらを開いてシミュレーションすると目安が出ると思いますので、ぜひお試しください。はい、というわけで本日の内容のまとめになります。今年は特に早めが正解になります。これどうしてかというと、解説したようにルール改正が入るためです。おすすめは9月末までにすることです。そしてですね、もともと私はいつもふるさと納税の時にですね、早めにするのがいいですよという理由をいつもね、紹介してるんですけど、こちらになります。結局ふるさと納税というのは申し込みが年内までなんですね。12月の31日までにしなければ今年令和5年の税金対策はなりません。ですので申し込み期限がもともと年内なんですけども、この忙しい年末というのはね、もともとやることが多くて仕事が忙しい方も多いのでハードルが高いんですよね。なので結局年末の忙しい時期にですね、12月に入ってからふるさと納税どれにしようって返礼品を選ぶというのはなかなか大変な作業になります。ですので、そういったギリギリにするよりもですね、いつも毎年半分ぐらい程度はこの時期8月9月頃にしておくのがいいですよというのをもともとおすすめしております。特に今年令和5年は改正が10月から入りますので、この9月末までにですね、ほとんど大体これくらいの目安だなっていうところの少し少ないねところまでしてしまうということが一番お得な方法になるかと思いますので、皆さんもうすでにですね9月入っておりますので、もうあと少ししか猶予がありませんので、急いでふるさと納税申し込むって方は申し込みをしましょう。そして最後もう一つのポイントなんですけど、ふるさと納税が本当にお得なのかよくわからないとか、返礼品が届いて一体何がいいのということでなかなか行動に移せない、アクションに移せないって方いると思うんですけど、ふるさと納税の仕組みを知るためにはですね、どういった流れになるのか、やはり一番はやってみることが大事なんです。まずは体験することがですね大事となっております。いくらふるさと納税おすすめだよって友達や仲間から勧められても、またいろいろな動画を見漁ってもですね、アクションをしてみないことにはどういうものなのか理解はできません。一度やはり体験をしてみるというのが一気に理解が上がるポイントになっております。そしてまずね、不安な方は少額で1回やってみるということをお勧めしてます。最初ですので5000円とかね3000円のものでも十分です。まず1回やってみてですね、合わなければ、いやこれそんな自分にとってはメリットないな、選ぶ方がめんどくさいなとか、自分にとってのデメリットが多い場合はですね、次の年にやらなければいいだけです。まずはふるさと納税ね、わからないとかね、どういったものなのかっていう方は一度少額でいいのでやってみる、練習をしてみるっていうことが非常に大事なポイントです。というわけで、ふるさと納税やるなら9月中にやるのがおすすめです。もちろん年内まで申し込み可能ですので、それの年内までにはやるようにしましょう。はい、私は税理士川南のオンラインサロンということで、オンラインサロンを運営中です。こちらホームページ、サイトがですね、実は最近大リニューアルして見やすくなりました。オンライン上で税理士を味方につけるということで、詳しくは概要欄の URL から詳細に飛べるようになってますので、ぜひ一度新しいリニューアルしたサイトを見ていただけると非常に嬉しいです。オンラインサロンは Facebook の非公開グループで運営をしております。メリットが4つあります。おすすめのポイント4つということで、まず1つ目が専門家にサポートすることができるということです。オンライン上に質問をすることが可能ですので、24時間自分が都合のいい時に質問や相談をすることができます。私が直接文章でコメントで返信するので、チャットをしているような感覚が近いのではないかなというふうに思っております。2つ目、起業家コミュニティができております。メンバー全員起業家ばかりですので、情報共有の場として使うこともできます。そして3つ目、最新記事のインプット、要は記事の購読権利がついております。こちらオンラインサロンのみに投げている平日毎日私が書く記事、投稿記事があるんですけど、税金経理確定申告、またビジネスに関する記事投稿してますので、そちらの記事を購読できる権利があります。そして4つ目、こちらサロンメンバー限定のものになるんですけど、Zoom 会議の参加権利がついております。こちら2ヶ月に一遍程度私が Zoom を開催しますので、その Zoom 上で直接質問や相談をできるということで、この Zoom 会議の参加権利、この4つがメリットになっております。ぜひオンラインサロンの方ご加入お待ちしております。詳しくは概要欄の URL ぜひチェックしてみてください。はい、こちら各 SNS もいろいろとやっておりますので、フォローの方よろしくお願いします。また YouTube のチャンネル登録、高評価ボタン、感想をコメントいただけると非常に励みになりますので、よろしくお願いします。またビジネス書2冊出しておりますので、どちらの方も Amazon Kindle 版ありますので、ぜひぜひチェックの方お願いします。はい、というわけで本日の動画は以上になります。本日はふるさと納税お得な方法、どう行動すれば一番今年お得なのか、10月から改悪と言われるね、改正ルールが入っておりますので、お得を取る方法を本日動画の方で紹介しました。私はですね、こういった自営業やフリーランスの方が役に立つ情報を毎週土曜日に週1ペースで動画投稿していってますので、引き続き今後もよろしくお願いします。それではまたの動画でお会いしましょう。自営業専門税理士川南でした。それではまた。